こんにちは、ゴルファーズメディアラボプロフィッターの福本です。今回はイーブンスーパー試打会に行ってきまして、鶴原博隆さんと対談させていただきました。突然のお話だったのですが、心よく受けていただいてありがとうございます。非常に親しみやすくお話ししていただくことができまして、でその時のお話した内容というのがこちらになりますね。まず一つ目が G410MAX は発売されるのか、これ皆様も気になっていると思います。そして2番目が G410LST とプラスアマチュアに伝えたいこと、こちらに関しては、鶴原さんとヘッドのタイプ、あとロフトについてもお話ししていますので、参考になるんじゃないかと思います。どうぞご覧ください。今日試打会をお手伝いしてます、ライターの鶴原です。ありがとうございます。はい、まずはプラスの9度プラス9度、はいはい、打っていこうと思います。はい、はい、まあ、もう出て結構経ちますけど、はい、でもやっぱピンは大人気で、はい、ずっとロングセラーですね。で発売すると3ヶ月ぐらいで売れ行きってビューって落ちていくんですけど、こうね、ずっと続いて売れてる感じです。さすがもう2球目で合わせてくる。いやいやいや、とんでもない。さすがです。9度でも球は全然上がってくれますね。うん、プラスそうですね。はい、他、はい、のメーカーさんのロフト、まあ低ロフトのものよりも全然優しく上がってくれるんで、はい、結構フィッティングしてても、ね、うん、もう9度で振り高いと、ああ割とすごいですね。はい、はい、メーカーの方にいろいろお話は伺ってたんですけど、はい、マックスって400の時に出た、はい、あれがもう出るでしょうっていう話をやっぱりよくしてたんですけど、ですよね、あれでもそろそろみたいな、そろそろね、410MAX が欲しいですよね。欲しいんですけど、はい、あれ実際出るのかなと思って、僕もピンの発表会に行って、はいはい、出るのかな、どうかなと思っていったら、まあ、G710 っていうアイアンと、はい、あの黒いヘッドの新しい飛び系アイアン、あと、まあ、パターだけだったので。そうなんですよ。ピンの人にちょっと裏の方に隠してるんじゃないですかって言ったんですけど、はい、本当になくて、だから G400MAX の完成度がやっぱすごい高かったので。そうですよね、あれ超えるものってなるとやっぱりちょっと難しくて、それでちょっと時間はかかってるっぽいのと、あともう正直ピンゴルフジャパンの人もまだ全然聞いてないです。メーカーの方ですらまだ聞いてない、うん、まだアメリカから全然聞いてない。お話も何もない、はい、そろそろでも次で年内ぐらいに、ね、出ちゃうぐらいマックスって、はい、出て欲しいですけど、ね、出て欲しいんですけどでも正直もう400の時から本当に売れてましたけど、はい、410ってさらに完成度が上がったじゃないですか、ね、うん、はい、これを超えるのもまた難しいっていう話は言ってましたよ、ね、はい、これも G400 のプラスと G400MAX のちょうど間ぐらいの性能になったんで、はいはいはい、だから、まあ、余計に今度これとこれの MAX を作った時にこの差をつけるのがやっぱりちょっと難しくなってくると思うんで、あ、はい、LST も LST でなかなか超えられなかったということで、まあ、発売がちょっと伸びたっていう話だったんですけど、単純に優しくちょっと、そうですね、すごい打ちやすくなった気がする。 LST ってこう台を重ねるごとにちょっとずつ捕まり良くなってるんですよ。やっぱりそうですね、はい、本当に微妙な差なんですけど、はい、2ヤード、3ヤードぐらいのレベルでだんだん捕まるようにしているので、まあ、低スピン打ちたいけど LST だとちょっと右に逃げちゃうんだよなっていうのが今まで多かったので、多かったです、はい、そういう人にも使いやすくなってるし、まあ、どうしても捕まっちゃうんだったら、はい、このウェイトでウェイトにすればいい話なんで、はい、だから LST が捕まるようになったのは元のゴルファーにはありがたいことだった。見てると、
G410 プラスの弓道で打ってる球よりやっぱり1段低い。低いですね、はい、でちょっと見た感じはスピンも少ないですね。少ないですね、はい、もし一般のアマチュアの方だと仮定したらば、はいはい、プラスの場合だったら9度でいいけど、はい、LSD だったらロフト増やしてやっぱ 10.5 にそうです、ね、した方が結果的に打ち出したかった低スピードになるっていう。実際にここのベイトって、はい、付け替えをすると15ヤードくらいは、はい、変わるってあると思います。左右で、はいはい、であと、はい、フィーリングが結構変わるんで。そうですね、結構そこのウェイトが重いですね、はいはい、僕がこれ程度とかにして打つと、はい、もうヘッドが重く感じちゃって遠側に重さくると、はい、やっぱこっち側にこう引っ張られる感じがして。そうですね、ダウンスイングの時も、はい、逆にこうドロー側にやるとあのスパッと振り抜きやすくなる。あ、なるほど。ヘッド重量は一緒だけど、はい、振り抜き感が全然変わってくる。変わってきますよね、はい、じゃあこれ今ドローなんですけど、はい、スタンダードに戻しましょうか。よいしょ。これでも中段道ですもんね。そうですね、はい、10.5 あっても全然いいですよ。よいしょ、素晴らしいです。はい、ありがとうございます、はい、そしたらやっぱりアマチュアの方は LSD 使うならもしかしたら 10.5 が使いやすいかもしれないっていうのは、ね、スキルレベルに関係な球上がる人っているんですよ。スピン多い人っているんですよ。まれにそういう人は9度のLSD とかも全然使えちゃったりするので、ハードなヘッドの方が逆に、うん、いいっていう場合は飛ばせる、はい、球を変えられてなおかつスピンも少なくなって強い球に飛ばせるっていうこともあるんで、はい、なんでこればっかりはもう打ってみないと打ってみないと分からないのは。そうですね、なんで小石高いでいろいろ試してみるので、はい、G410 プラス 10.5 度、はい、シャフトが SFT 10.5 度、シャフトがアルタのディスタンザ、ちょっと逆向いちゃってます。もう組み合わせた通りの球を打ってくれると分かりやすいです。球高く上がってますね。はい、やっぱりすごい高いです。やっぱ高いですよね、はいはい、高弾道ドロー、高弾道ドローですね、はいはい、やっぱり、まあ、ヘッドもそうですけど、うん、シャフトがだいぶしなりが強いんで。スピード帯でいうとどのぐらいの人向けですか。スピード帯でいうとそうですね、37から30、もう3、まあ、レディースの方でも振れるぐらいの、はい、重量帯で、しかも硬くもないので、はい、うん、長さはちょっと長めです、ね、ちょっと長めです、はい、そうですよ、はい、これのカタログ値で46インチあるので、はい、ちょっと長め。スピン量が足りなくて飛ばないって方も結構いらっしゃるんで、はい、ヘッドとシャフトでちょっとそういったところを補ってくれればいいっていう分がありますよね、はいはい、捕まえたくて上げたい人はもう SFT で、はい、かなり優しいです、はい、いかがでしたか。今回の内容をまとめますと、まず一つ目が G410MAX は発売されるのか、これは鶴原さんとの話の中でもやっぱりまだわからないということでしたね。ただ、まあ、これからは僕の勝手な予想ですけれども、G410MAX は発売されないと思います。で、その根拠としてはまず G400MAX っていうのは、体積 460cc なんですけども、 G400 のスタンダードこれが 445cc でした。で、今回の410のプラスこれが 455cc ですね今。で、次はおそらく秋から、今年のですね、秋から年末にかけてモデルチェンジ行われるんじゃないかと思うんですが、そうなってくると、まあ、445、455ときたらもう 460cc になってくるんじゃないかと。そしたらあれ、もう MAX って、まあ、いらないと言いますか、もうないんじゃないかなっていうのが僕の予想ですね。もう420だかも名前はわからないですけれども、もうその時には 460cc になって
慣性モームとしっかり上げて400のマックスを超えられるような性能にしてくると、そういう予想をしております。で次が2番目ですね、 G410 の LST とプラス、こちらに関しては、まとめますと、プラスは9度の6灯、LST は 10.5 の6灯を、使っていただきたいと、そういうお話です。で、自分もよくフィッティングしていまして、 LST の 10.5 ってすごい当てはまる人が実は多いんですよね。でプラスも9度をよくフィッティングして、使っていただきます。でその理由としては、やっぱりプラスってもともとヘッドは優しいので、9度でも十分球が上がって、しっかり飛んでくれると。 LST に関しては難しいなって印象をお持ちですけれども、10.5 にしてあげることで打ち出しの高さとスピン量のバランスが結構ものすごく良くなるんですよね。なのでこちらの LST の 10.5 とプラス9度、もう試打している方もいるかもしれませんが、ぜひおすすめなので、よろしかったら打ってみてください。次回はイーブンスーパーシダ会で14のウェッジ3タイプ試打してきたので、そちらをご紹介していきます。でその3タイプというのが、FH4 ジド V1 DJ4 C036 フォージドですね。で次回の動画に関しては、14をこれから使ってみたいとか、14全然知らないよっていう方の初心者向けの動画になります。ただ、まあ、前にも14を使っていたという方にも興味を持っていただける動画になっておりますので、ぜひお楽しみください。ご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ちょっと間違えましたね、違った。よろしかったらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。ゴルファーズメディアラボであなたのゴルフが変わります。店長の佐野さんです。はい、ここゴルファーズメディアラボでは7つのポイントでスイング解析を行うクラブフィッティングをはじめ、チューンアップやカスタムクラブまで専属のフィッターが一貫して行います。下シャフトは常時500本用意されてるんですよね。すべてのゴルファーに楽しんでいただけるゴルフスタジオですので、ぜひ一度お立ち寄りください。